今回紹介するのは、フィンテック入門という本です。タイトル通りの本、金融と IT の融合を表すフィンテックと呼ばれている分野について一通り紹介した本、全体的な説明があり、その後は個別のテーマごとの紹介になる個人資産管理、PFM 企業会計、経営業務支援資産運用、融資、 ソーシャル・レンディング、クラウド・ファンディング、決済、保険、不動産、ブロック・チェーン、分散型台帳、仮想通貨、セキュリティー、著者2人は業界では有名な人たちである。ただ、マネー・フォワードの人たちなので、実際に本書を読む前は、もしかしたら半分マネー・フォワードの宣伝みたいな本かもしれないという懸念を持っていた。実際、 他のフィンテック企業に比べればマネーフォワードという単語は多めではあるだが心配したほどではなかった内容は悪くないとてもわかりやすく書かれてあるこの本はあくまでも入門なのでそれほど深い内容ではないしかし入門としてはとてもバランスよく適切にまとめられているフィンテックって何フィンテックについて。 ちょっと乗り遅れてしまったのでこっそり勉強できる本を探しているというような人にはちょうど良いのではないだろうか以上、興味のある方は実際の商品をアマゾンなどでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。